武田健吾は、福岡県筑後市出身のプロ野球選手。宇藤右内。中日ドラゴンズ所属。筑後市立派、犬塚中学校時代には、ジャパンリーグの水間ファイターズに所属。投手として、ストレートで、最速時速 135km を記録し、外野手も兼任していた。3年生の時には、AA 世界野球選手権大会、日本代表に選ばれて、 藤並慎太郎らとチームメイトになっている。自由が丘高等学校に進むと入学直後から練習試合に出場し1年春の九州大会からベンチ入りを果たし、秋には4番中堅守となった。2年の春は九州大会に出場し、夏は福岡北部予選を突破したが、ベスト16でその年準優勝の東地区高校に敗れた。 個人的には11打数5安打の活躍だった。秋には首相に就任した。同年秋と3年春には2期連続で県大会を制した。3年春の福岡北部大会では3試合連続本塁打を放ち、その後の九州大会では打率が5割を超える活躍で準決勝進出に貢献した。しかし、 初の選手権大会出場を目指した3年夏の福岡北部大会では、緊張からか硬さが見られご打数無安打と自慢の打撃が振るわず、初戦の2回戦で敗退している。この試合を複数のスカウトが観戦するなど、NPB の球団から注目された。高校通算本塁打23本。2012年のプロ野球ドラフト会議で、オリックスバファローズから4巡目で指名。 契約金4000万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は56。2016年3月20日阪神、鳴尾浜球場にて2016年5月17日、小町スタジアムにて2013年、ウエスタンリーグ公式戦97試合に出場。レギュラー外野手として打率25、252、4本塁打を記録したほか、安打数二塁打数、打点、 補殺数でチームトップの成績を残した。7月には一軍の練習に参加し、フレッシュオールスターゲームにもウエスタンリーグ選抜のメンバーとして出場。シーズン終盤に一軍昇格を果たすと、公式戦2試合の出場で2安打を放った。2014年8月29日の対埼玉西武ライオンズ戦5回表の打席に菊池武士星から放った。 シーズン唯一の安打で一軍初打点を記録した。一軍公式戦の試合に出場し、打率は125だった。85試合に出場したウエスタンリーグ公式戦では6本塁打を放ち、リーグ8位の打率285を記録した。2015年6月29日に明治神宮野球場で開催された侍ジャパン大学日本代表隊。 NPB 選抜では NPB 選抜の5番右翼手としてスタメンに起用されると3打数1アンダという成績を残した。一軍公式戦9試合に出場したが2年連続の1アンダで打率も071にとどまった。ウエスタンリーグ公式戦では3年連続で規定打席に到達しリーグ10位の打率2444本塁打。 28打点を記録した。2016年1軍公式戦10試合に出場。打率100ながらアンダはいずれも2塁打であった。ウエスタンリーグ公式戦では4年連続で規定打席に到達。リーグ13位の打率256、6本塁打36打点を記録した。シーズン終了後にはメキシコで開催の第1回。 WBSCU-23 ワールドカップに日本代表のメンバーとして出場。チームの優勝に貢献し、大会通算打率455という成績で、チームメイトの吉田忠直と並んで、外野手部門のベストナインに選ばれている。2017年、前述した U-23 ワールドカップでの活躍や、糸井義雄の国内 FA 拳講師による、 阪神タイガースへの移籍を背景に、春季キャンプからオープン戦期間中まで一軍に帯同した。公式戦の開幕を2軍で迎えたが、開幕直後の4月12日に、シーズン初の出場選手登録。自身の誕生日であった4月18日の対、北海道日本ハムファイターズ戦に途中から、出場すると9回表の打席で放ったに ルイダによって一軍公式戦でのシーズン初打点を記録した。二日後の4月20日に東京ドームで模様された同カードでは8番左翼手としてシーズン初のスタメン出場を果たすと3回表の第2打席で一軍公式戦での初本ルイダを放った。5月上旬からスタメンに定着すると同月下旬からのセパ交流戦では規定打席に到達。終盤まで 丸加工などを相手に交流戦の首位打者争いを展開し、チームの規定打席到達者ではトップの打率375で交流戦を終えた。リーグ戦の再開後も7月上旬までスタメンに定着。ステフェン・ロメロや吉田正直などが復帰した同月上旬以降も守備、代打要員として一軍に帯同した。一軍公式戦には 自己最多の97試合に出場。得点圏打率こそ224と低かったものの日本類が14打点打率295というキャリアハイの成績を残しシーズンの終了後には推定年報1700万円という条件で契約を公開した。2018年一軍公式戦69試合に出場。打撃面では打率。 221、1本類打、12打点と前年を下回ったものの、守備面での貢献度は高く、シーズン終了後には、推定年俸1700万円という条件で、契約を公開した。2019年、レギュラーシーズン開幕前の3月14日に、熊本県の出身で、年上の女性と結婚した。一軍公式戦へのシーズン初出場は6月13日の、 対中日戦での大打起用まで持ち越された。通算では6試合の出場で1安打を放っただけで打率125にとどまった。2019年6月30日に松井雅人、松井雄介との交換トレードで松場隆史大と共に中日ドラゴンズウェイ遺跡。松井雄介の背番号を引き継ぐ格好でオリックス時代に続いて背番号は56となった。 移籍後の一軍公式戦には、オリックス時代を上回る29試合へ出場したものの、打率は143、打点は1にとどまった。シーズン終了後の11月29日には、推定年俸1650万円という条件で契約を公開し、結婚を初めて公表した。2020年、代打や外野の守備固めとして出場する機会が多く、 前年を大きく上回る84試合に出場した。また、公式戦では、初となる一塁守備にもついた。50メートル走6秒1の瞬速遠藤120メートルの強剣に加え長打力もあり、走行手のバランスが良く、新庄2世とも評される。守備範囲の広さを自負しており、打ち打とや打球の角度、風などから判断して、落下地点へ移動するプロセスが素早い。 憧れの選手に、新庄剛志を挙げている。また、自身のおじが、新庄の高校時代の友人である。ありがとうございます。